夢ラジオ第五千七百二十三回。今日は令和五年十一月十九日日曜日です。時刻は午前十一時半、横浜港北。あと三十分したら正午になる。そんな時刻。今日はすっきりと晴れた。でも、もう冬空ですね。 日曜日オンラインの授業は立て込んでいて外に出ることはできませんがお昼休み夢ラジオの放送をいたしましょう今回は「池田大作さん行く」こんなタイトルでお話ししましょう創価学会の名誉会長である池田大作さんが水曜日に亡くなられていたその発表が昨日ありましたね 土曜日ですある意味あの日本を揺るがすニュースであったと言ってもいい95歳ですから、まあ、随分長く生きられてで3代目の創価学会の会長創価学会は初代牧口常三郎2代目戸田常成 三代目池田大作こうでした。四代目はどううなるんでしょうね。戸田浄成さんの演説を聞いて創価学会に入ったのが二十歳行く行かないの頃ででからそれ以降七十数年七四年この池田さんは創価学会をとともにありでその中で地位を上げていき 認められそして創価学会を引っ張っていった事実情公明党を作ったのもこの池田さんでですから政治に進出するぞというこの一大決意これも池田大作によるものですですから池田さんの判断なければ公明党はなかったかもしれずなかった方がよかったんですけどであの 創価学会も今ほど大きくなることはなかったでしょうねその意味では創価学会そして公明党にとっての功労者でありだからあの創価学会層っていうその学会としての葬式を戸田創成以来何十年ぶりかにやるようですね。 この池田さんはなんか「人間革命」っていう山本慎一っていう主人公が出てくるそういう小説をお書きになってでその中でまあ彼の言う理想とかあれ生きる意味とかそういうものを論じてらっしゃるんだそうですただし私はこの「人間革命」という本を全く読んだことがないので分かりませんまた池田さん だけでなくこの創価学会が日蓮宗だということはどことなく分かっているつもりなんですけどその競技が創価学会の競技がいかなるものかということも、まあ、あんまり詳しくは調べておりません。ですからまあ創価学会っていうと他の日蓮宗派ですよね他の日蓮宗派との圧力がひどく、まあ、その圧力の中でいろいろ その創価学会が批判されている場面も多いそういうのに出くわすぐらいでしたただしこの創価学会がですね協議はともかく都会に出てきたその夜べなき若者たちを引きつけこれが60年代からですねもう5、60年前から 都会に出てきたヨルベなき若者を捕らえそして組織化しそして政治政党まで作ってあの日本の政治に因然たる影響力を及ぼしたで、そのてっぺんに池田さんがいたこれは間違いないですから1年や2年で変わる首相よりもよほど日本社会に大きな影響を及ぼしたお方でもありまあ、だからこそ昨日の発表に 日本が激震したっていうのも目に見えないけどね。その激震はそれは大きな影響があったと思いますよ。また、この創価学会、そして公明党が非常に親中である。あの恐ろしい国中国に非常に親しい。これのやはり原因はこの池田対策の個性によることが大きかったでしょう。 ただしなぜ池田さんがあれほど中国にすり寄ったのか中国だけじゃないよね韓国もそうだよねあの創価学会は親中親韓ですからその分反日売国なんですよ。であの普通日本の3番目か4番目の党のしかも影の実力者程度では 例えば中国の主席なんかは会ってくれないはずなんだけど池田さんが行けばもうその時その時の中国のもうトップですよ主席が出てきましたねさすがに習近平になってからはあの池田さんがそもそもね外国に行くということができなかったのでそれは叶えいませんでしたもし池田さんが行けば習近平が出てきたことでしょうつまり中国にとってもこの公明党というのは あのコロコロと変わる自民党の首相なんかよりよほど手堅いよほど頼りになる交渉パートナーだから中国が日本をあのハンドルしたいとあのコントロールしたいと思う時その多分その公明党が与党に入っているっていうことは中国にとっても非常に都合のいい状態なわけですよ。 じゃ公明党はそういう役割も果たしてるんですよ。でそれは何度も言いますが平和とか文化とか教育って言っていた池田さんの個性によるところが大きい。今から50年ぐらい前の日中国交正常化においても当時公明党の竹入委員長って人があの田中角栄に先駆けて中国に行ってそして中国 だここはないんですよまだここはないんだけど中国に行って中国の首脳と話をつけてそれで帰ってきてその竹入メモこの竹入メモを当時の田中角栄首相が聞いてよっしゃ本田行くぞって言ってそれであの大平外相と行ったこれが1972年9月でしたかの,あの日中国交正常化あるいは歴史的な事件となりましたがもう影の立役者は 武入委員長であり池田大作さんですよそれは。であの宗教団体なんですよねとりあえず創価学会行って。で中国っていうのはあの宗教を認めない無神論そして唯物論の国家であり本来なら近づくべき相手ではないはずなのになんであの創価学会そして池田大作さんがその中国とあのひっついたのかこれは不明ですよ。 不明ですよなんであの中国の側にしてもこの宗教団体日本のねをバックにする公明党を窓口にして国交正常化をやりその後も日本とやり取りする時には公明党が窓口で、うん、だ何度も言いますが公明党はここまで中国にするより寄る中国は恐ろしい国ですからあの社会主義で選挙もやってない独裁の国家ですので。 あのそんなところとひっついている創価学会そして公明党というのは日本社会のがんなんですそれは麻生副総裁があのつい先ほどつい先ほどっていうかあのちょっと前に公明党についてがんだよねとかって言ってたのとあれは正しいんですよ。やっぱり池田大作さんって人もあの私は日本社会に非常にあだなすことを。 そして公明党も一刻も早く潰れてほしいしあの創価学会という宗教団体はねそれは宗教は信教の自由があるからそれはあ,のあっていいんですけどそこが公明党を通じてその中国の遠隔コントロールを日本の政治に及ぼしているという点で非常にあのあのまずいとそういう状況を作ったのは 池田さんですで宗教団体の、ね、つまりある程度目に見えないものを信じるそういう宗教とあの無神論の中国が何でひっつけるのかそもそも武入院長の頃から謎ですよそれは。まああ,のあれほど勢力のある宗教団体のトップなわけですからあることないことを言われですねそれをいちいちお話しすることはやめておきましょう。 で放送の中でもちらっと話した他の日蓮宗派との圧力これもまあ似た者同士で内気歯やるっていうのは別に宗教に限らずどこでもそうですからそれも置いておきましょう。またねはいるんですよそのアンチはよくある一旦入ったけど抜けたと。一旦入ったけど抜けてアンチになると。 あるいは親が創価学会やっていて自分2世だけど嫌だと。で抜けたと。そのようなお方々が公明党そして創価学会を痛烈に批判するというこれもよくある話ですがそんなお方々もこの池田大作だけはねあの池田先生は別なんですよ。池田先生の教えがないがしろにされてるとか池田先生がこれを見たら悲しんでるはずだとか。 つまり今の公明党批判または創価学会批判を激烈にやっていても池田さんだけは別っていうの池田先生だけは別だみたいなそこまで言わせる何かがあったんでしょうねこの池田大作さんには。で私はさっきも話したようにあの公明党は反日売国の政党だと思っておりますし創価学会に関してもあ,のあまりその協議を踏み込んで読んだことはないので。 結局その池田さんのカリスマ性みたいなものも理解できないままなんですがそういうお力のあった人とも言えるでしょう池田大作さんまああのお作りになった創価学会や公明党が日本にむちゃくちゃなことばっかりやってるので。 私は有害なお方だったというふうにそう判断せざるを得ませんが、まあ、別な見方をすればその創価学会で自分の心の拠りどころを見つけたとかあの創価学会であの生きる意味を、ね、で出会えたっていう人も多いだろうそこで救われた涙,涙をこぼしたっていう人も無数にいるんじゃないでしょうか,かそのようなお方々に対してこの池田さんがある種あの要としてねその 心を支える、で自分をしっかりと保つ、その礎になったということも否定はできないでしょう。ただ、日本社会に及ぼした影響があまりにもひどすぎます。イメラジオ、今回は池田大作さん行く、こんなタイトルでお話しました。ありがとうございました。